皆さんこんにちは、朝バー亀川流チャンネルの朝バーです。今日はですね、こちらスーパーラジコン秋葉原店の月齢レースにやってきました。実はもうですね、夜の7時ということでレースはすべて終了いたしました。で、今レース後のこのフリー走行ということで皆さん楽しまれています。このようにもう立ち位置が足りなくなるほど、レースが終わった後だというのに、こんなに走っています。はい、それで、僕の方なんですけれども、今日はこちらの方の、ピットでこちらの方の3台のマシンでレースに出場しました。はい、まず、参加したのがこちらナローツーリングですね。こちらは MR03 EVO、NMM2 のマシンを使っている、マシンになります。緑モーターの7枚のクラスですね。こちらとでこちらが、以前僕は GP6 のマシンでエボを1台使ってたんですけども、ちょっとこちらをワイドツーリングの方にいろいろ組み替えまして、青モーターのピニオン8枚の車両にしてマクラーレン 12C をつけたこちらのマシンでワイドツーリングクラスに参加しました。そして最後こちらがこちら FWD ですね。 FWD クラスが今日開催されましたので、こちらの方を使用して、こちらの方ルノーメガーヌのガレージヒロのエアロパーツをつけたこちらのボディをつけて参加させていただきました。こちらの FWD クラスなんですけども、今回初めてこちらのノーブル NB4 のプロポと組み合わせて参加させていただきました。で、レースの方は、FWD の方からいくと、ノーブルの使っている選手もいたし、あと、今まで通り KT432PT で参加する人もいました。そして KT531 でキット標準のプロポですねで、参加する人もいるというような、そういう感じで、8人の参加選手がいたんですけれども、結果的にはこちらのクラスに関しては、見事僕が優勝することができました。ありがとうございます。たまたま、他の選手の方々があまり FWD を、最近ちょっとやってなかったということでセットが出てない人がやっぱり多かったみたいですね。はい、僕はたまたま僕も別にメンテはしてなかったんですけれども、ちょっと前の時にこちら、こちらのノーブルで FWD が走れるよっていうことがあったので、その時にちょっと走らせて多少は走れる状態にしておいたのが良かったみたいで、優勝することができました。はい、そして残りのクラスの方はぼちぼちという感じでした。はい、ただラップタイムの方は出てたので、パワーソースの方は悪くなかったのかなというふうに思います。はい、そしてそのパワーソースの方なんですけれども、今回はこちらですね、以前ご紹介したヤフオクで500円で落札した、イーグル製のこちらの充電器、こちらの方を今日は実践投入させていただきました。はい、こちらデカラジル用の充電器なので、こういうようなジグを使って、単4電池4本を直結にして4セルの形で充電するようなものになっています。はい、でこちらの方で、充電したんですけれども、もともとがこちらの充電器というのがイーグルの CDC チャージャーのバージョン5という充電器の AC-DC タイプになっているので、普通に今までも別に CDC チャージャー使ってきましたので、それと同じような結果になったのかなというふうに思います。500円で落札したものでしたけれども、パワー的には全く問題のない、レースができました。はい、そしてもう一つこちらですね、こちらの方、僕が使っているのはスカイ RC 製の、ものになるんですけれども、こちらいわゆるハイテック製の X4 アドバンス EX ですね、こちらの充電器になります。でこちらの方も使いましたけれども、こちらの方も非常にパワフルな走行ができました。はい、こちらの FWD クラスに、充電使ったんですけれども、他の今回もう僕のこの FWD がたまたまセットで出たのか、他の車よりベストラップでコンマ5ぐらい速いというちょっと圧倒的な速度だったので、こちらの充電器もかなり役立ってくれたのかなというふうに思います。はい、そしてですね、今回、レイアウト、こういう感じになっているんですけれども、こちらのスーパーラジコンというか、ウレタンコースの
ミニッツのサーキットっていうのはこのやっぱりウレタンの特性ということもあるんですけれども、レースごとにこう、まあ、レースとかあとはその定期的にですねレイアウトが変わるんですけれども、今回も今日の朝こちらの方レイアウト変更しました。で今回はストレートの方からこうどっちかというとなんだろう、なだらかにラージアール多めの、コースに高速コースみたいな感じになっていて、ラージアールをどのようにこう失速させずにこう走っていくかみたいな、そういうようなレイアウトになっていました。あの前の1個前のレイアウトの時はこうスラロームがあったりするコースだったんですけれども、今回は、まあ高速コースになっていましたね。なので、結構ですねこういうラージアールのところでこう切り攻めすぎて引っか今みたいにですね攻めすぎて引っかかってしまったりとか、まあ、そういうような、車も結構いました。あとスーパーラジコンの秋葉原店の 特徴というか、このウレタンの下ですね、この床が結構ガタガタしていたりするので、あの見ているとわからないんですけれども、まあ、実際に例えば裸足でウレタンの上とか歩いていただくとわかるんですけども、結構ボコボコしてるんですよね。なのでここら辺の、場所とか、あと今日はこの手前のこのラージアールのあたりですね、このあたりでこうなんだろうハイサイドして転がってしまうような車も結構いました。はい、そしてやっぱり今日これだけ今もガンガン走ってますので、かなり路面の方のグリップも上がっていて、路面グリップはかなり高めになっていましたね。結構もう転んでしまったりする人もいました。タイムの方は、ナローツーリングが、8秒台ぐらいですかね、入っていた感じです。ワイドツーリングの方は早い人は7秒台に入っていたかなっていう感じです。はい、でまあ、今回のコース、なんだろう、結構そういう高速で、走れるコースなので結構タイム削るところ難しいのかなというふうに思います。まあ、初心者の方来ていただいたら、そうですね、まずは9秒台出せたら、まあ、早いんじゃないかなというふうに、思いました。はい、はい、というわけで、まあ、僕のレースのレポートはそんな感じでした。で今日レースに出た方ですね、僕の動画でおなじみの、初心者の会のメンバーの方々も出ていましたので、ちょっとお話を伺っていきたいかなと思います。はい、お疲れ様でした。じゃあ最初和佐さんの方から、今日のレースの感想をお聞きしたいと思います。どうでしたか？ノービスとアオロクに関しては、表彰台登れたので良かったかなと思います。あとナローと GP6 はもうちょっと頑張って、あの A メインで戦えるように頑張れたらなと思ってます。それはあの予選では僕より上行ったのに、あの B メインでなんか僕に勝てなかったから、なんか下打ちでチッとか、なんかそんな感じだったって、そういうことですかね？そんなことです。まあ、あの予選両方とも2回やって、浅場さん、大事なことなんで、予選2回とも浅場さんに勝ちましたって、同じヒートだったのに2回とも勝ちましたって、今大事なことなんで2回言った感じですか？いや、それは嬉しかったですよ。よかった。これで少し恩返しできたかな。ありがとうございます。でお久しぶりです、なおさんです。なおさん、なかなかスーラジの方来れなくなって、まあ、月1ぐらいで、まあ、レースの時とか来ていただいてますけれども、はい、スーラジの雰囲気とかどうでしょうか？やっぱり楽しいですね。知ってる人もいっぱいいて、いい人ばっかりなんで、毎月来ます。はい、まあ、今後も無理のない範囲で、まあ、もうこう見てもかなり顔のこうなんだろう、あの明るさというか表情を見ると楽しんでるんだなというのがすごく分かりますので、あの僕もあのスーラジにこうもう初めて来た時に本当に、なんか知ってる人がいる時に来たいんで、あの浅場さんいつ行きますかみたいな、あのブログにコメントで書いていたことを本当に懐かしく思い出します。今後もよろしくお願いします。お願いします。最後にポンタロさんですね。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。あの最近はなんかあの LINE グループの方でいろいろな、スタンプとか本当にいろいろな、まあ、こちらのも T シャツなんかもそうなんですけども、なんかいろいろグッズ制作の方していただきてありがとうございます。とんでもないです。でレースの方はどうでしたか？そうですね、今回あのノービスと GP6 青6に出させてもらったんですけど、やっぱりあの決勝の後半でなんか持たないですね、こう集中力というか。
何ですかね、こんな感じで、まあ、最後ちょっとグダグダで終わっちゃいました。まあ、でも僕見てたんですけれども、でもその予選の時からなんかすごく、特に GP6 でしたかね、あのデミオか何か使ってましたよね、あれなんかもすごくあのオリジナリティもあったし、走りもすごく丁寧だったので、なんかすごく成長されてるんだなっていうのはすごく感じました。ありがとうございます。あのデミオは何か あったんですか、そういう あれを使った意図みたいなものは。いや、特になかったんですけど、今年の頭ぐらいにまだその始めたばっかりの頃に1個買ってたんですね、デミオは。で、まあ、ちょっと余ってたので今回使ってみようかなってことで、はい、持ってきました。もうそれだけです。ありがとうございます。まあ、今日はちょっともうこんな時間なんで皆さん帰られましたけれども、結構今まで動画に出ていただいた方々も結構いっぱいいらっしゃったんですよね。そうですね、結構いましたね。サトルさんとかもいた感じでしたよね。そうですよね、なんか仲良くね、同窓会みたいな感じでさせてもらいました。まあ、そういう感じで、今日も楽しくできましたので、また、今年あと1回スーラジでレースあるかなって感じなんですけれども、まあ、そちらの方もし出れるようでしたらよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、というわけで今回はスーパーラジコン秋葉原店の、まあ、レース終わった後のちょっと感想的なことをお話しさせていただきました。本太郎さんもありがとうございました。はい、今ですね、ちょうどブラックフライデーということで、アマゾンとかでもいろいろ安売りしてるんですけども、前から、こうスーラジで使っているこちらの LED ライトですね、このクリップでここに挟むっていうタイプの、LED ライト、この100均のこのなんだろう、便利棚ですかね、こちらの折りたたみの棚にこうクリップでこうつけるだけでこういう、ライトがつけられる、このタイプの多分これパソコンのモニターにつけるモニターライトというものだと思うんですけども、これちょっと前から気になってたんですけども、ちょうど今、アマゾンの他でもですかね、ブラックフライデーやってますので、ちょっとこちら僕も前から欲しかったので、すごくなんか綺麗でコンパクトでいいなと思ってるんで、ちょっとこれ僕も真似したいかなというふうに今思っています。